こっちはもう閉めた方がいい？あ、いや、開け、ちょっとだけ開けて、外からラジオの音が聞こえますので、そちらでエアーを確認。ハッピーハロウィン。Trick or treat? Trick or treat? Trick or treat? はい。あなたが輝く魔法の宇宙口。時刻は6時を回りました。あなたが輝く魔法の宇宙口の時間です。ご案内は伊礼のりことピーチンサトル。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、今日もよろしくお願いいたします。崎山さんはどうしたんでしょうか。はい、ですね、はい、今日はですね、マック崎山は、ちょっとあの公園でですね、はい、そうですね、ちょっと海外の方に出てますので、素晴らしいですね、はい、今日はお休みになって、はい、じゃあまた海外のお話ね、そうですね、してるんですね、非常に寂しいですね、うんうん、寂しいですね、はい、マックさん聞いてますか、はい、って海外だから聞いてないかもしれないですね。そうですね、さてのりこさん、うんうん、今日また雰囲気変わってますけど、そうですね、今日は、トロピカルビーチにありますサテライトスタジオで生放送でお送りしてるんですよ。そうですね、うん、今ねこのサテライトスタジオから目の前に、はいはい、西海岸、はい、東シナ海が一望できますね。先ほどですね、はい、夕日がすごく綺麗でした。大きな大きな ね夕日があの地平線に沈んでいきました、はい、でその前のですね、うんうん、この木陰でですね、はい、ね、本当にお母さんと、ね、うん、お子さんがね非常に楽しそうに遊んでます ね、 ね、 いいですね。あの夕飯のちょっと前にですね、夕涼みにいらっしゃった方なんでしょうか ね、 そ、 うね、それとかね、あの先日ちょっとサメがね、そうですね、ホオジロザメでしたね、うんうん、だけどもあの確認できないということでまたあのオープンしたんですね。解禁になりましたね、うん、でそれであの観光客の皆さんがですね、たくさんあのナイスバディのビキニ姿の、ね、方がたくさん歩いてましたね。そうですね、うん、さあじゃあのりこさん、はい、はい、週末、はい、はい、先週、いろんなことあったかと思いますけども、たくさんありましたよ。どんなのがありました？それはまた後ほどお話しさせていただきたいと思いますよ。はい、わかりました、うん、はい、はい、じゃあそれでは進行、はい、はい、あれサトルさん、こちら今日は何月何日、あ、そうですね、っていうのが、はい、はいはい、リスナーの皆さん、今日は10月26日、旧暦では9月の26日、ロッキーでは仏滅になってますけどね。あ、今日仏滅だったんですね。仏滅ですけど、うんうん、法事ごと仏事では吉なんですね。そうですね、あの、はい、そうですね、ですから今日はあの法事ごととかお葬式とか行われたかもしれないですね。そうですね、それで吉ですのでね、うんうん、はい、はい、リスナーの皆さん、今日落とさずにね、しっかり頑張っていきましょうね。はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com。また、FM ギノワンでは、ユーストリームで映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、のりこさん、はい、ちょっと触りの部分だけね、うんうん、はい、週末何かありました？先日ですね、何でしたっけ、7秒で決まる成功の法則っていうことで、はい、私、伊礼のりこと
ペイチン悟と、はい、マック崎山さんのですね、講座がありました。はい、で、はい、1部がマック崎山の分かりやすいマーケティング、はい、うんうん、そして2部が、7秒で決まる成功の法則、はい、でね、ファシリテーターがペイチン悟でしたね、うんうん、はい、もうたくさんの方がお越しいただいて、そうですね、本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。ね、リスナーの、アララガマサイガーさんもね、そうですね、お越しいただいて本当に足運んでくれましたね。本当にね、初めましてでしたけどね、楽しんでいただけたようですよ。本当にありがとうございます、うんうん、そして、はい、無料セミナーの、はい、件はですね、また後ほどね、のりこさんのコーナーで、そうですね、皆さんの感想などお伺いしましたので、それもお伝えしたいと思います。そうですね、はい、はい、この番組はハイサイ君でおなじみの住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りします。ここで一曲お届けします。 I Unlock by Simon Garfunkel。今日バラード系聞いててください、ね、ちょっと盛り上がっていきますか。これやる、うん、あ、本当だ、じゃーん、はい、この絵本を今日準備してきました。はい、お願いします、はい、あっちゃん、あがつく、食べ物あいうえお、みねよう、げんあん、砂糖を忍ぶ作っていうことでですね、とてもとても絵が可愛いでしょ。可愛いですね。可愛いでしょ、絵が、はい、とても絵が可愛い絵本で、ちょっとね、リスナーの皆さんには絵本、ちょっと見せることが、あ、いいです ね、 ね、なんかちょっとね、とても可愛い絵本なんですけど、見えるかな。はい、それをちょっと紹介したいと思います。はい、こんばんは。ちゃん、あがつくアイスクリームっていうことでですね、いろんなアイスクリームがありますね。チョコアイスクリーム、カップアイスクリーム、コーンのチョコレートにモナカアイスクリームが絵に描かれています、うん、いっちゃん、いがつくいちごジャム、あ、いちごジャム美味しいですよね。はい、ですね、パンにたっぷりいちごジャムを塗っている絵本ですね。それから、うっちゃん、うがつく、梅干し失敗って、くまさんがですね、梅干しを食べて、酸っぱい顔をしています。えっちゃん、えがつく、エビフライ。いいね、もうエビフライがですね、自分でですね、小麦粉をつけて、卵のお風呂に入って、それからパン粉をつけて、で、お鍋に、油が入っているお鍋に飛び込むっていう絵がですね、描かれています。かわいいですね。おっちゃん、おがつく、おにぎり2つ。おにぎりがですね、仲睦ましく、お弁当箱に入っている絵が描かれています。かっちゃん、かがつく、カステーラ。ね、かわいいですね。カステーラ。はい、人気のある。ね、カステラが描かれていますね、うん、黄色い、本当に食べたらいいね、カステラなんですね、美味しそうなカステラが描かれています。きっちゃん、気がつく、キャラメル甘い、あ、キャラメル食べたいです ね、 いいね、キャラメルがですね、縄遊びしてます。じゃあコマーシャルなのでこれで終わりたいと思います。はいさーい、はいさーい、はいさーい、
たが輝く魔法のうといむちをお送りしております。このコーナーは暮らしのマナーやお付き合いのマナー、そして家庭教育からプロトコールまでをお送りしております。ご案内は伊礼のりことピーチンサトル、トロピカルウィーチのサテライトスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りしております。ビーチの方聞いてますか？このスタジオでやってますよ。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。さてのりこさん、はい、はい、うん、日が暮れてきましたね。ねえ、すごくいい感じになってますよ。はい、湯満期ですね、うん、赤くね空が染まっていますね。そうです。そして見てください、はい、あのクルーズ船がゆっくりとゆっくりと進んでますよね。優雅ですね、はい、あの私もクルーズ船に乗って、世界一周したいですね。行きたいですね、はい、うんうん、行きましょう、はい、行きましょう、はい、来週行きますか。与那嶺さんも一緒に行きましょう。猪木さん来週行きましょうか、ね、来週いいですね。来週じゃあラジオどうするんでしょうかね。そうですね、はい、あのラジオの船の上からってどうですか。いいですね、今度その企画をしてもいいかもしれないですね、はい、あのね、電話回線つないだら、はいね、できるかと思います。そうですね、はい、それではですね、先ほどあの冒頭で話しましたけれども、はい、先だって7秒で決まる成功の法則っていうあのセミナーを行いました、はい、北中城村にある丘の上のコスタビスタ沖縄、はい、ラコリーナで行ったんですね、はい、であの10名のですね店員だったんですけども、あのマーケティングの崎山さんが、はい、あの頑張りまして、はい、SNS で頑張って、ですね、10人超えのご参加をいただきました。本当にありがとうございました、はい、バック崎山、はい、崎山さんありがとうございます。そして、ご参加くださった皆様本当にありがとうございます、はい、ね、あのどういうことをお話ししたかというと、今日ちょっとねあのマックさんがお休みなんですけども、はい、あのマーケティング、分かりやすいマーケティングをあの話されたんですね、はい、うんうん、ですごくあの充実していて、であの情熱のお話もしてましたよね。そうですね、やっぱ最後は情熱です、うん、企業、そうそうね、それで情熱のお話をしていらっしゃって、ね、マックさんもですねすごくあの情熱的にお話、ね、はい、していましたね。パッション、うんうん、情熱の塊のようなマックさんでしたね、はいはい、うんうん、本当にありがとうございます、はい、で、私はどういうことをお話ししたかというと、はい、あのまずマナーとは何かから入りまして、すべての人が持っているものは何なのか、それから、見られている意識と見せる意識、あの一番ちょっと上と置いたのがメラビアンの法則っていうことで、うん、はい、視覚情報が 55%、はい、で聴覚情報が 38%、 内容が 7% のお話を重点にやっていきました、はい、うん、で、ちょっとねそこで、挨拶っていうのが入ってきまして、あのそれをですね挨拶の角度っていうことでですね、あの皆さんにお伝えしていきました。そうですね、はい、このメラビアンの法則で、うんうん、7秒で決まる成功の法則ですから、はい、皆さん第一印象、視覚情報が 55%、はい、55%で、そして聴覚情報が、うん、35% ということは、この両方をですねしっかりと身につければ、はい、そうなんですよ、もう成功間違いないよっていうお話をしたんですよ。そうですね、でそんな中でやはりビジネスにとってあの第一印象ってとても大事で、あのですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、手振っていただきました、はい、第一印象ってすごく大事で、あのこの見せ方っていうのはねあるんですよね。そうですよね、でそれで、ビジネスって名刺交換があったり、まず最初に挨拶しますよね、はい、こんにちはとか、あ、まあね、あのキャッチボールするんですけど、その角度とかっていうのをね重点にお話しさせていただいたんですね。はい、そうでしたね、うん、はい、でそれでですね、あのたく、10名超え の、 あの参加だったんですけども、その参加してくださった方にちょっとアンケートをお伺いしたところ、はい、あの皆さんが書いていただいたのでちょっと読みたいと思います。はい、はい、お願いします、はい、まずですね、受講されての感想や講師についてお願いしますっていうあのところがあったんですね、うん、で、それはですね、まず1点目、人生の法則として行動、意識、気づきを習慣化できたら良いとも参考になりましたっていうことで、これはですね、私があのサイクルっていうことでちょっとあの考えた法則なんですね。
人間はやはりね、何かをやりたいって目的があった時にやはり行動しますね。それから行動したら、自分がした行動に対してまず意識をしますよね。それから行動して意識をしていろんなことを気づくと思います。で、気づいた後にまた行動をするっていう、この繰り返しが私にとって人生だったのかなっていうことで、今回皆さんにその法則をですねお伝えしたので、1枚目の方はですね、それがとても参考になりましたってことです。で、今後のセミナーでどういうことを聞きたいのかっていうことを尋ねたところ、はい、男の美学を学びたいっていうことなんですよ。それはまた天心さんのですね、役割ですよね。はいはい、はい、男の美学いいですね。男の美学ね、はい、はい、男の美学にはまず何があるかというと、はい、はい、ハンカチーフ、はい、そうですね。紳士淑女、私がですねちょっと皆さんにいつもお話しすることがですね、やっぱりハンカチを持ちましょうっていうことなんですよ。はい、またあるんですよ。当たり前のことかもしれないけども、ハンカチを持ってる方と持ってない方ってやはりちょっとね印象違いますよね。はい、うん、でありますよ、もっと。はいはい、それはどれ、はい、何でしょうか。男の美学ではハンカチはね一つじゃないですね、うんうんうん、二つ用意します。あ、そうなんですか。一、はい、つは自分のため、はい、もう一つは相手のため、はい、これは女性でも男性でもですか。男性でも関係ですね。で、すごい素敵ですよね、はい、それが男の美学。で、はい、で、そして男の美学っていうのは、男はですね、うん、実はポケットが大好きなんです。ポケット、はい、はい、このポケットに何を入れるか、いろんなのをね、小さい時から男の子ってね、はい、ポケットに押し込みますよね、はい、いろんな、ね、これはいろんなこう夢も押し込みます、はい、ポケット。あ、夢、はい、あ、素敵ですね。ですからこの男の美学っていうのはこのポケットの活用法、うんうん、はい、ポケットというのは身につけるものだけじゃないですよね。カバンもそうですし、あ、はいはいはい、はい、ポケットついてますね、はい、で、このポケットの活用法です、うんうん、男の美学は、はいはい、あ、そうなんですか、はい、ね、聞いてらっしゃいますかね。そうですね、男の美学を学びたい、一緒にじゃあ学びましょうね。そうですね、男の美学を、はい、じゃあペチンさんね、はい、またこのコーナーでもたくさん男の美学を、そうですね、発信していただけるといいですね。紹介できるのは紹介していきたいですね、うんうんうん、私の大好きな、はい、マリア・サイチという作家がですね、うん、男の美学という本を出してるのがあるんですけど、とても素晴らしい本があります。じゃあね、このコーナーでも、しましょうね、はい、よろしくお願いします、はい、今ですね、アララガマサイガーさんからメッセージが入ってます。早いですね、はい、のりこ先生、ペイチン先生、こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。崎山さんはっていうことですよ。あ、はい、はい、アララガマサイガーさん、崎山さんはですね、今日海外に講演に行ってるそうです。はい、ということで、はい、あ、ね、先日はアララガマサイガーさん、講座へのご参加どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ということで、また、違う方ですね。笑いもありながらのセミナー、とても楽しく受講させていただきました。うん、マーケティングについては、はい、無知の私には少し難しい部分もありましたが、わかりやすく、初めて知ることも多く、お話を聞かせていただきました。あ、したいや。ね、わかりやすかったってことですね。はい、ありがとうございます。で、マナーについては復習も含めて改めて学ばせていただきました。良い時間をありがとうございましたってことです。はい。はい、わかりやすいマーケティングをね、マック崎山さんがね、ね、情熱的に講義してくれたので、そうでしたね、はい、はい、笑いもありながら良かったよっていうことでしたね。はい、はい、それからですね、SNS のメリット、リスクについての説明が分かりやすかったです。ああ、良かったですね。マックさんがね、分かりやすくお話ししていました。で、それから7秒で決まる法則、ね、先ほどの方もそうだったんですけども、行動、意識、気づき、ということに納得しましたってことです。ああ、いいですね。はい、いいですね。それから、情熱、素敵ですって。はい、はい、ということでした ね、うん、ね。で、その方はですね、今後のセミナーで聞きたい内容はどんな内容でしょうかって投げかけたところ、年中行事と24節気っていうことです。まさに私がおもてなし講座でやっていることを求めているってことですね。ありがたいですね。はい、そうですね。ぜひね、私の、セミナーを聞いてほしいなと思います。はい、ちょっとのりこさん、今いいですか、はい、せっかく、SNS の、はい、メリット、リスクについて説明が分かりやすかったってありましたよね、はいはい。実はこれちょっと私補足しておりますか。はい、お願いします。はい、マック崎山に私もいろいろ学んでますのでね。はい、この、実は分かりやすいマーケティングの中でですね、情報型の時代ですよね、今。うん、そうですね。で、その情報型の時代でですね、うん、このネット社会というのが情報型の社会ですね。うんうん、でこの SNS によりまして、うんうん、大企業と個人が、ね、つながるような時代なんですね。個人でも大企業に、はい、
いろんな、SNS を使ったらいろんな、うんうん、アプローチができるんですね、うんうん、しかしその中には3つの、リスクとメリットがあるっていうのを、うん、マック崎山がね、はいはい、実はこの無料セミナーでね、無料で解いたんですよ、はいはい、じゃあまた代弁をして、そうですね、ペイチーさんお願いしてもいいですか。はい、じゃあこの辺はですねちょっとだけね、うん、はい、まずあの消費者のリスクというのがあるんですね、うん、SNS でもまず、この SNS によって情報が多いですよね。はい、でどうして企業を信用すればいいか分かりませんよね、うん、でそこでしかし自己責任が生まれてくるわけですよね、はい、そうですね、消費者の私たちがですね、はい、でそこでやっぱりそれぞれ皆さんが防衛反応が起こってきますね、はいはい、これリスクですよね、うん、そして企業側のリスクもあるんですよ。はい、それなんでしょうか。要するにたくさんの情報の中から選ばれないといけないわけですね、うん、あ、そうですね、競争激化で、うん、たくさんのね、ありますよね。例えば、はい、サイトコーポレーションである、はい、ディベロッパーのサイトコーポレーションが賃貸マンションのね、うんうん、設計施工管理ですよね、うん、でこの競争激化の中でどのようにしてお客様はサイトコーポレーションを選ぶか、うんうん、ね、そこはやっぱ競争激化なんですね、はい、でそこで双方のメリットがまたあるんですね、うん、メリット、はい、OK、SNS のメリット、はい、ベンチャー企業が生まれ良い商品は信用されるとすごいスピードで拡散しますよね、うん、そうですね、たくさん売れますよ ね、 いいものはね、皆さんが、はいはい、ところが逆ですね、逆回り、はい、悪い商品だともうすぐにまたこれも広まっていくっていうことですね、はい、でそういったものをですね、うん、実はマック崎山の、うん、はい、この分かりやすいマーケティングで、ね、無料セミナーあったんですね、はい、そうですね、あのメリットとリスクについて、はい、まだまだありますのでね、はい、これはまた個人的にどんどんマック崎山にですね、そうですね、ツイッターでもいいですよ、はい、ぜひホームページを見てですね、Facebook もありますんでね、はい、次回ねまたいろいろ、はい、聞いてお聞きしたいと思います。そうですね、それからですね、はい、今回のセミナー の前にマナーでお困りのことがありましたらお書きくださいって書いたところですね、はい、知識としてのマナーはあっても実際の場面ではなかなかすぐに出てこない、はい、頭の中には入ってるんですけども実践しようとしたらそれがなかなか活かせなかったっていうことですね。出てこない、うんうん、これもう少し深く考えたらどういうことですかね。やはり体験なので場数を踏むってことなんですよ。分かっているので失敗してもいいのでまずは使ってみて繰り返し繰り返しその立場のことをすることによって自分のものになるので、まあね、繰り返しやると忘れずにさっとこうできるといいです ね、 そうですね、頭で考えなくても行動できるようになると身についていくということです。Practice makes perfect、うん、もう習うよりになれろ、はい、ですね、うん、そうですね、繰り返しやることですね。その場面に遭遇してくださいってことですね、はい、でも恥かさしないでくださいってことです。 そうですね、それから、感想ですね。受講されて、第一印象という人との出会いの中で最初に必要なマナーのことが知れてよかったで す、 っていうことです、ね、またすごいいいですね、はい、いい感想ですね、うん、そうですね。で今後のセミナーで聞きたいことはってことで出ましたよ、プロトコールっていうことで。すごい方ですね。素晴らしいです ね、 ね、私も自信がつきました。どんどんプロトコールをですね、ちょっと出していきたいなと思いますね。うん、すごいですね、うん、はい、男性か女性か分からないですね。実は男性です。あ、男性ですか、はい、はい、ということで男性なんですよ。素晴らしいですね。こちらのお隣にいる、あ、ぜひ会ってみたいですね、はい、ゆなみねさんです。あ、そうですか、行ってよかったのかしら。ありがとうございます、はい、すごく意識が高いなと思ってますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、それからですね、まあ、セミナーの前にお困りのことがありましたらお書きくださいってことで、はい、言葉遣いで困っていましたと、はい、はい、介護のお年寄りへの言葉が友達みたいになっています。あ、ちょっとタメ口になってしまうということですね。そうですね、友達関係でお話をしていたってことですよね。やはりなんていうんですか、ちょっと介護職なのでご自分よりきっと上の方だと思うんですね、その介護のされる方、はい、お客様はね。だけども、お年寄りへの言葉が友達みたいになってしまったっていうことがですね、困っているっていうことです ね、 現実ね。実際どうですかね、 お年寄りですから、うんうんうん、やはりその敬いの ね、 言葉を子供や孫みたいに接して、うん、でできたら、しまくとばを ね、 そうですね、ところどころに入れたらね、全部こうあまりこうかっちりしてしまうと親近感がなくなるので、でも時々やはり敬いの言葉をかけないといけないですね。この方はね、しまくとばよく使ってる方だと思います、はい、そうですね、はい、それから受講されての感想
をお願いしますってことで、はい、マーケティングについて本当に分かりやすく説明、分かりやすい説明でかなり楽しかったですってことですよ。いいですね。はい、ね、マークさんとても頑張ってらっしゃったので、あの分かりやすかったですよってことですね。はい、でそれからのりこさんのセミナーは初めて知る言葉を楽しく教えていただいてありがとうございます。今日は本当に楽しかったですって、本当ありがとうございます。もうあのこれ、名前言っていいですかね。ダメです、ダメです。ダメですか。はい、わかりました。で、はい、マックス崎山のマーケティングで学び、うんうん、のりこさんの、うん、このセミナーで楽しみかったと、はいはい、学んで楽しいセミナーだったということですね。はいはい、ありがとうございます。実はラジオのねリスナーさんなんです。いつも聞いていらっしゃる方です。あ、そうですか。で、はい、そしてね、多分ね、うん、その方がねマーケティングの中で非常に感動したのは、うん、私もこれだと思いますけど、マーケティングは、うん、どこで誰に対して行うと最大の効果が得られるかっていうのがあるんですよ、うん、誰に何よっていうところですね。ここでターゲットがなぜずれていくのかっていうのですね、ターゲットが、うん、そうですよね。のりこさんもそうですよね。私がそうなんですよ、ターゲットがずれていつも悩んでいます。で、こういったのがマックス崎山の、はい、ね、そうですね、あのセミナーの中で、うん、マーケティングは市場の 90% をターゲットにすると最大の効果が得られる、ちょっと意味が分からないかと思いますけど、うんうん、実際にですね、見込み客っていうのが 5% から 10% なんですよ、うん、だからマックス坂山が言うのは、沖縄の企業はこの 5% か 10% の顧客を追ってると、うんうん、残りの 90% を見捨ててるんですね、うん、はいはい、でマックス坂山しっかりこの 90% が大事ですよ、大事ですよということですね、はいはい、でこのやり方は、うん、マックス坂山から直接、そうですね、指導を受けるといいですよ、はい、今後のね、あのまたマックさんのあのところで ね、 そうですね、担当でまた楽しみですね、はい、私とね、うんうん、のりこさんはね今こうマックとねこう無料でいると、はい、そうなんですよ、はい、非常に本当ありがたいです。本当にいい環境になってますんでね、はいはい、もう必死に私もついていっている状態です、はいはい、千葉 TK よ、のりこさん、はいはい、でそれから今ですね、あらら川サイガーさんからですねコメントいただきました。はい、はい、どうぞ。マーケティングはどの仕事でも使われてるんだって思いました。したや、ね、ようかとおびんやさい。で、自分の介護の仕事もお年寄りをお客様に変えて、自分たち介護士がお年寄り、かっこお客様のニーズに応えないといけないんだと思いました。あ、素晴らしいね。ご自分のお仕事に当てはめて、あのマックさんのマーケティングと、なんていうマッチングさせて、あ、それで、あの荒川サイガーさんは、はい、今日はマックさんどうしたんですかってのはやっぱ直接 ね、うん、本人に聞かせたいでしょう ね、お聞きしたかったと思いますけれども、はい、講演活動から帰ってきたらたくさんまたですねこのようにキャッチボールしながら聞いていただきたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、それからですね、また次の方なんですけども、はい、セミナーの前に、お困りのことっていうことで、現在販売している商品を売っていきたいが行き詰まっているっていうことだったんですね。それはね、またマックさんからこの間のですねセミナーを受けてきっと納得したのかなと思いますね。そうですね、うん、ここではもうまず、はい、ニーズとウォンツですね、はい、そのあたりのまたマックス崎山からの、ね、指導があると思いますよ、はいはい、でそれで受講されての感想や講師についてっていうところなんですけども、はい、内容がよく面白かった。あ、よかったですね。はい、マックさん内容がよく面白かったっていうことです、はい、で毎日営業しているが一件一件営業しているが、マーケティングを取り入れた営業方法を構築したいってことです。すごいですね、はい、これはもうマックさんにお任せをっていうことなので、マックさんに個人的にですね、はい、じゃあのりこさん受講するといいですね。マーケティングの最大の目標は、うん、何を不要にするセールスをしない、はい、セールスを不要にする、はい、これがドラッガーさんの説ですよね。これマックス崎山も全くそれを分かりやすく説いてますのでね。はい、はい、ですね、で今後のセミナーで聞きたい内容はっていうことで、はい、もっと深く掘り下げた内容、もっともっと学びたいってことですね。はい、いいですか、うんうん、はい、はい、そういう時にはもうちょっと、有料ということでね、
お願いしましょうかね。そうなんですよ、実はね、うん、はい、あのでもまた無料セミナーを、そうですね、あのね、開催する予定ですので、はい、あのまたお聞きいただいて、それからもっともっと掘り下げてでしたら有料の方にですね、そうですね、その時にはあの相談なさるといいかもしれないです、ね、はい、アドポイントプレゼンスですから、アドポイントプレゼンスでね、うん、できれば無料セミナー開催できるということですね、はいはい、そうですね、アドポイントの、社長さん頑張っていただきたいですね。そうですね、アドポイントの社長さん頑張ってください、はい、頑張ってください、はい、っていうことですね、はい、はい、それから次の方なんですけども、あの感想の方です。はい、どうぞ。メラビアンの法則勉強になりました。第一印象は2秒から7秒で決まるっていうことも勉強になりましたってことなんですね、はい、よかったですね。よかったですね、はい、それをまたですねいろいろお話ししたんですけどね、はい、そしてこのなぜ2秒と7秒が2秒から7秒が大事かっていうこと、はい、このメラビアンの法則、うんうん、そしてマーケティングでは、マインドセットと言いますね、はい、はい、このようにして関連してますのでね、はいはいはい、よろしくお願いしますね、はい、ということですね、です、 あ、すごいですね、たくさんのですね、コンティニューコインが入っていて、アララガマサイガーさんもそうなんですけど、マークバンドさん、それから、あ、西里周作さん本名で来ましたか、ね、たくさんのですね、あのコインいただきました、ありがとうございます、はい、一定にヘデビルのトビーさん、はい、それからですね、次の方なんですけども、はい、受講されての感想なんですけども、情熱の大切さとマーケティングは社長にとって、必要だし、共感した、実感した、それから、ブランディング化を目指す。あ、素晴らしいですね、はい、ブランディング出ましたね、うんうん、このマーケティングの用語ですね、はいはい、それからプロトコール、メラビアンの大切さ、法則の大切さを知った、笑顔が与える相手への影響、はい、っていうことですね。じゃあ、のりこさん、うん、一旦、ここで、はい、と、あの、アンケート、はい、一旦ここで、はい、終了しました、はい、終了して、はい、CM 入って、その後行きましょうね。はい、ありがとうございます。はい、ここで一旦 CM 入ります。はいはい、このコーナー、これ行こう。やってから、うん、あのこのあと何枚かなので、うん、であとこのインフォメーションは、じゃこれ3枚やってから、うん、サトルさんのとこ行こうね、うん、あ、でもこれ一応は読んでからしよう、うんうん、あなたが輝く魔法の音い道をお送りしています。はい、さい、ラジオチェミセルグ数用中央ナビラペイチンサトルのスルティアシバナ片手足バナシマクトバの時間なといびん搭載中、また時間の許すかじりマジュンシマクトバチカティ華やかちゅうたびんシェイビリサイニヘイデイビタン。このコーナーではラジオをお聞きの皆様と一緒にシマクトゥバを学ぶコーナーです。皆さん一緒に楽しみながら学んでいきましょう。ご案内はペイチンサトルとイレイノリコ、トロピカルビーチにありますサテライトスタジオでこの後7時まで生放送でお送りいたします。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。はい、のりこさんありがとうございます、うん、さあ、はい、私の、しまくとばの時間ですけども、はいはい、先ほどのね、うん、無料セミナーのアンケート、そうですね、もう少し紹介していただけます か、 大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。じゃあちょっとね、あの先ほどの続きをさせていただきます。はい、ですね、受講されての感想のところです。普段は考えないマーケティングの世界をありがとうございました。マックス先輩に、変わりまして、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございましたってことですね。マナーは大切だと思いながら点点点気をつけていきたいと思います。常にスマイルでっていうことです。あ、はいはい、いいですね。口角を上げましょうっていうお話をしたですね、はい、で、その方はですね、職業人講話をあの中学校でこれからやるっていうことで、はい、頑張って、あの今日のね、7秒の成功法のね法則を、
学んだので、はい、参考になりました。あ、素晴らしいですね。ありがとうミッチー、うん、はい、ということで、はい、保育士の魅力をたくさん語っていきたいと思いますってことですね。素晴らしいですね、はいはい、もう一度言いましょうね。ありがとうミッチー。はい、ありがとうございます。聞いてくださってるといいですね。はい、はい、それからですね、今回あ、感想です、はい、今回の受講は自分にとってとてもためになる2時間でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。仕事柄長い間営業をやっているので常にマナーとか心がけていましたが、まだまだだと感じ、もっと心がけて人と会っていけば良い仕事ができると思いました。今日はありがとうございました。はい、はい、こちらこそありがとうございました。それ、はい、それからですね、今後のセミナーで聞きたい内容はっていうところなんですけども、はい、はい、マーケティングを勉強したいってことです。あ、いいですね、はい、これはもうマックさん聞いてますか、はい、マーケティングを勉強した、崎山とですねちょっと検討してやはり、うん、これ第2弾、うん、マーケティング ね、はい、あるといいですね、はい、アドポイントプレゼンツでね、ぜひアドポイントの社長さん頑張っていただいてください、はいはい、お願いします。はい、それからですね、受講されてのご感想、はい、マーケティングについては、あ、この方はですね保育園の園長先生なんですよ、はい、はいはい、でマーケティングについては保育園とはかけ離れているかと思いましたが、はい、話を聞いていて選んでもらえる園作りや居心地の良い環境を作るなどつながっている部分もあり勉強になりました。すごいですね、ね、すごいですね、はい、保育園とはかけ離れるてると思ったんだけど、マック崎山さんの分かりやすいマーケティングを聞いて、同じなんだなって、居心地の良い空間作りとかはつながってるんだなっていうことで、いいですね、勉強になりましたということです、はい、でそれからマナーについては今まで学ぶ機会がなかったのでもっといろいろ知りたいと思いました、はいはい、楽しい時間をありがとうございました。つながりに感謝っていうことで、素晴らしいですね、はい、今10名の方の感想を読ませていただきました、はい、素晴らしい、はい、皆さんね充実した感じがね感想で出てますよ ね、はい、本当にありがたいですね。ありがとうございます。あっという間の2時間でしたね、はい、私はもうファシリテーター何もしてませんけどね、はいはい、いえいえ、重要な楽しい仲立ちをやってくださって、でしたね、で私はですね本当に励みになりました。はい、皆さんのですね反応、うん、やはりね表に立つっていうことのいろんなすごく学びのある2時間で、はい、はい、そうでしたね、充実していましたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、うん、はい、さてペイチンのね島言葉の時間ですけどもね、はいはい、ちょっとねまだ、インフォメーションもあってね、はいはい、実はマック崎山の、マーケティング、そしてアドポイントのアドバタイジングで、はい、実は、うんうんうん、こうサイトのリフォームということで、じゃあ、あちらにカメラ、もうちょっと上です、もうちょっと、はい、どうですか、見えますか、見えます、見えます、はい、実はですね、私が持っておいた、そうですね、いいです、いいですよ、大丈夫ですか、実はですね、はい、11月の6日日曜日、はい、はい、日曜日ですね、日曜日ですね、10時から17時まで、はい、サイトのリフォーム相談会があります。いいですね、リフォームしたいですよね、はい、開催場所はパナソニックリビングショールームですね、はい、これってどちらですか、浦添市牧港にありますね、はい、あ、はい、でこれはサイトのですね、はい、ホームページはい、に、ぜひクリックしていただければですね、はい、詳細わかると思いますね、はい、はい、この USP キャッチがですね、うん、あなたの暮らしやすさを応援します、はい、暮らしやすさですよね一番ね、はい、でこれがサイトのリフォームですよ、はい、あなたの暮らしやすさを応援します、うんうん、でそしてですねこのサイトのリフォーム、実はサイトのリフォーム事業部が立ち上がったということなんですね、あ、素晴らしい、そしてですね、はい、うんうん、この来場記念品として先着10名様に、うん、コーヒーのタンブラーはもちろんつきますけど、いいですね、それ以外にですね、うんうん、限定5組様はね、はい、特別限定3点パックということで、はい、7なんと、うん、7なんと、7なんと、うん、キッチン、バス、はい、トイレ、うん、この、メーカー合計価格がなんと約180万のほどいくんですけど、はいはいはい、これが7なんと95万8000円、これって半額近いですね、もう ね、はい、素晴らしいですね、限定5名様ですか、はい、じゃあもう走らないといけないです ね、 そうですね、でこれって受付とかってやっているんですかね、はい、これはもうまずは、サイトの、
と、ホームページ、はい、そしてフェイスブックでもそうですけど、そうですね、今日フェイスブックにアップされていましたの で、ね、ぜひぜひ今ね、たくさんの方がフェイスブックなされてると思うので、はい、ぜひフェイスブックでアクセスしてくださるといいですね、はい、サイトのリフォーム相談会、はい、もうキッチン、ね、バス、トイレだけではなくて、うんうん、あなたの暮らし、はい、住まいを ね、いいですね、デザインしていきますので ね、はい、これがまさしくマーケティングされた、はい、アドバタイジングですので、うん、何十年もね住んでるとやはりね、そろそろリフォームしたいなって思いますよね。そうですね、うん、もう一度、何と何と何でした、はい、3点セット、3点セット、はい、キッチン、キッチン、バス、キッチンっていうのはあれですか、流しですね、流しですね、はい、キッチンと、はい、バスタブね、バスタブ、あとトイレ、はい、トイレ、もちろんウォシュレットですよね。いいですね、今、はい、なんかね自動でトイレが開け閉めできるんですか、ですよね、いろいろありますよね、はい、ありますけどね、はい、これはもう、ウォシュレットのトイレです ね、もちろん冬になると、うん、温かい水が出ます、はいはいはい、それとまず、見積もりが無料だそうです。そうですね、はい、そしてぜひマックさんに会えるかもしれませんので、うん、そうですね、マックさんにね、はい、会いに行かれてくださいね、はい、もう一度日程をお願いします。そうですね、11月の6日日曜日ですね、はい、場所は10時から17時場所は、浦添市にありますパナソニックリビングショールームです。はい、ぜひ皆さん走ってくださいね、はい、ハイサイクに会えるかもしれませんので、ね、リスナーの皆さん、いいですね、はい、ぜひお越しください。はい、はい、じゃあ、マルグさん、ありがとうございます。ペイチンさんの島くつばのコーナーは、そうですね、はい、島くつばのコーナー、行きたいんですが、よろしいですか。はい、お願いします。はい、まずは何から行こうかなと思いましたけども、うんうん、はい、ちょっともう5分ぐらい、5分ぐらいでちょっと時間が短いので、はい、時間がちょっと復習でもね、何か一つ、ね、何かちょっと時間が、ね、ぜひ皆さんに伝えたいことがありましたら、はい、はい、そうですね、じゃあ、うん、この時期にですね、まずもう一度おさらいとして、はい、覚えてほしいのが、うんうん、酒うつるいや夏と冬が来る、酒うつるいや夏と冬が来るというこうくつくわに言葉があります。ちょっとごめんなさい、ちょっと意味わからなかったです。はい、酒うつるいや、うん、夏と冬が来る、季節が夏から冬に変わるように、うんうん、栄えたり衰えたりすることは無常に変わっていく。ああ、そうですね、はい、これをもっとわかりやすく、はいはい、平家物語で言えば、うん、乗車必須ですね、はいはい、乗車必須、季節が変わるように物事っていうのは乗車必須の法則といいまして、うんうん、栄えるものはいずれは衰えていきます、うんうんうん、この繰り返しなんですね、はい、世の中というのはね、世の中ね、はい、その時にマーケティングが必要になってくるということですよね。そうですね、それもありますね、はいはい、うん、はい、そういった形ですので、はい、でこれは皆さん平家物語の中で聞いたことありますね、祇園精舎の鐘の声、はい、諸行無常の響きあり、サラ宗樹の花の色、乗車必須の断りを表す、はい、おごれる人も久しからず、ただ春の世の夢のごとし、竹着物もついに滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ、そういうことなんですね、どんな人間もやっぱ一個の一人の人間なんですね、栄えたり栄えたからといって、そこで、おごれるなかれ、はい、ね、そして、自分が、今非常に苦しくても、うん、いずれは成功していくという、はい、ね、その繰り返しですから、はい、このあたりもぜひそうです、ね、特にねマーケティングを学び、うん、マナーを学び、はい、7秒で決まる成功の法則をぜひ学んで、肝に銘じながらおごれることなくそうですね、前進いたしましょうということですね、はい、そういうことになりますね、はい、はいはい、ちょっともう時間がね、なりましたので、ここでまた、はい、1曲お届けしましょうかね。はい、お願いします。はい、コンドルは飛んでいく by サイモン・ガーファンコん、寝る、マキコさんから聞いてます。
はい、それでは今ですね、生放送では、あ、ラジオでは、サイモンとガーファンクルのコンドルは飛んでいくが流れているんですね。でその間ね、ネットを聞いてる方は今音楽流れてないんですよね。ですから、あの先ほどのですね、このあっちゃあがつく、とってもかわいいかわいい絵本なんですけど、それを続きを読みたいと思います。くっちゃん、くがつく、クロワッサン。クロワッサンがね、たくさんたくさんですね、並んでるんですけども、とっても美味しそう。私、クロワッサン大好きなんですよ。はい。いいですね。うん。けっちゃん、けがつく、ケーキが3つ。いちごケーキに、チーズケーキに、チョコレートケーキがね、並んでるんですね。わー、全部食べたい。で、ホークもですね、笑ってますね。はい。それと、トランプしてますね。こっちゃん、こがつく、コロッケ、あちちちちって、うん、あのね、きっとクリームコロッケですかね。とっても可愛い、美味しそうです。あ、食べたい。食べたいね。安いね、1個熱々、うん、30円。多分ですね、これ本が作られた時に1個30円だった時代でしょうね。で、コロッケってひろきさん、コロッケ買ってきてご飯のおかずとして食べたことあります？小さい時はそうじゃなかったですか。でも今はね、学校帰りに買ったりとかですか。以前は沖縄でもやはりご飯のおかずでしたよ、うんうん、おかずでしたよね。醤油つけて、私は醤油。はははは。結構でもペイチンさんも好きですよね。好きですよ、ね、私は丼にします、はい、っていうことですね、はい、美味しい美味しいコロッケが、こっちゃん、こがつく、はい、コロッケ、うんうん、さっちゃん、さがつく、サンドイッチ。あ、いいね、はい、いいですね。サンドイッチとっても美味しそうね、うん、これ私じゃないですか。あ、サンドイッチ大好き。あ、違う、なになになに、サトルちゃん。あ、サトルちゃん、さがつく、あ、はい、さっちゃん、あ、サトルちゃん、さがつく、サンドイッチ、うん、はい。おしまい。はい、時刻は6時45分を回りました。あなたが輝く魔法のうついむちをお送りしております。はい、はい、ということで、さて1週目、うん、インフォメーションのコーナーになってますけど、のりこさん、はいはいはい、なんかインフォメーションまだありますか、うんうん、今ですね、ちょっとメールが入っています。はい、あ、はい、紹介してください。のりこさん、はい、ペイチンさとるさん、はい、今日は一番二人が輝いていますマキコ、ありがとうございます。いつもですね、マキコさんね、応援してくださって、ね、ありがとうございます、はい、あのとりあえずハロウィンの格好をしていますよ、はいはい、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィンってことで、どうもありがとうございます、はい、あなたが輝く魔法のうついむちなので、はい、それに引っ掛けて二人が輝いていますよってことですね。あ、素晴らしい、本当に励みのお言葉ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ではじゃあインフォメーションなんですけども、そうですね、先ほど、リフォームの、はい、あの説明がありました、はい、今度はですね、あのグスクヨガっていうのがですね、はい、北中城村にあります中城城址で、城跡です、城跡で行われているんですけども、はい、今度はですね、11月14日月曜日、はい、秋の満月ヨガがあります、はい、でこの時ですね、スーパームーンらしいですね。そうですね、うん、翌日が、ひろきさんわかりますかね、うん、スーパームーンってすごく大きくて、これも多分1年に1回しかないんじゃない、はい、1年に 1,2 回しかないんじゃないですかね、はい、そうですね、結構スーパームーンって叫ばれるんですけども、それをですね、スーパームーンの下で、そうですね、グスクヨガ中グスク城跡でやりましょうっていうイベントがあります、はいはい、でそしてこの月の太陽と月って、ひろきさん、あの陰と陽って聞きますよね。で太陽は陽、月は陰、うん、でこのスーパームーンの時にこの陰のパワーが、最大限のパワーがいただけるんですね、うん、はい、はい、陰のパワーですね、まあね、その中でですね、グスクヨガがあります、はい、先生はですね、今井慎子先生、はい、うん、が行っていてですね、そうですね、はい、チケットなんですけども、北中城村観光案内所トラベルマート北ポ、はい、北ポですね、で販売してます、はい、でグループ割がですね、500円なんと、うん、
500円、安いですね、はいはい、これがですね2人以上の場合は500円です、はい、そうです。それから前売り券お一人様の場合は900円、はい、でこれはファミポートでも、扱ってますのでね、はいはい、それから当日券は1000円になりまして、はい、出店業者もあるんですよね。そうですね、出店カフェちょっとじゃあ紹介してもらえますか。ですね、ですね、パーラーポカポカ、どんな、沖縄の食材と旬のフルーツたっぷりのスムージーまたは、はい、スムージーです、シミジーですね、はいはい、それからあざまコーヒーさん、コーヒー南米ペルーの直産の豆を使用したオーガニックコーヒーがあります。地下焙煎、はい、それから同社 さん、地元野菜ハーブとを使った、野菜の、ベジタブルカレーですね、はい、それからご飯でスススン、うん、はい、ススすんですね、スススご飯でススすんですね、はい、人気のつるつる麺の、冷やし麺が出ているそうです、はい、それからみやび茶屋大人気のおはぎやどら焼きなど毎回お楽しみの和スイーツっていうのがあるんですね。そうですね、はいはい、ちょっと補足してよろしいですか、うん、はい、お願いします、はい、中城城跡での、ライトアップヨガですね、はい、満月のスーパームーンのヨガですから、うん、それで11月の14日月曜日になってます、はい、はい、時間が7時半からですね、はい、19時半から、21時まで、はい、1時間半ですの で、うんうんうん、で受付が19時になってますね、はい、さて皆さん、この今井真子先生のヨガ、はい、すごいですよ、うんうん、まず呼吸法から入っていきます、はい、そして、次は、ポーズ入りますね、もちろん、はい、でそして次瞑想に入りますね、うんうんうん、でそして呼吸とですね人間の感情はね結びついてる、すごい話ですよ、はい、これをアドポイントがお手伝いしてるんですよ ね、はい、アドポイントは実はこのグスクヨガをですね、はい、主幹になってます、うんうんうん、はい、主催は北長グスクソン、はい、で私たち2人もね、そうですね、お手伝いをしているので、はい、MC は、入江のり子さんがやってますね、はい、会いたい方はどうぞ、はい、でペイチンが、ディレクションやっておりますね、はい、それで、あ、大丈夫ですか、はい、はい、アララガマサイガーさんからですねこの番組で人として成長できるので最高ですって、本当もう涙が出そうなメッセージですね。もう一度読みましょうね、はい、このが番組で人として成長できるので最高ですっていうことです。いっぺんレベルなトーミンのサイガーさん、マックさん聞いていたらいいですね、管理が管理、うんうん、それから先ほどのあっちゃんあがつくのところでコロッケのお話をしましたけど、はい、コロッケはご飯のお供ですってことですよ。はい、ね、アララガマサイガーさんはご飯のお供ですって、ソースをかけてとても美味しいですよね、っていうことになり、ということはアララガマサイガーさんも昭和なんですね、生まれがね。そうですよね、はい、多分ひろきさん、はい、平成じゃない、うん、平成です。あ、やっぱりね、はい、この違いですよね、っていうことで、はい、はい、よく分かりましたね。インフォメーションは、これだけですけども、はい、はい、まだ何かありますよ、はい、はい、でグスクヨガ来ましたよね、はい、はい、で実はグスクヨガまだまだ続くんですね、うん、はい、はい、次12月もあります。12月ね、はい、12月4日日曜日、はい、これは中グスク城跡では朝ヨガです。はい、いいですね、夜ヨガがあってまた朝ヨガ、はい、はい、ちゃんと意味があるんですね、はい、夜ヨガっていうのはこう陰の力をね、はい、先ほどね、月のね、月の、はい、はい、パワーを借りて、はい、でそして朝ヨガは陽の、うん、力を得ます、うん。中城城跡って高台にあるのですごくね見晴らしが良くてね、そうですね、海も見えて、はい、もしかすると海の方から上がっていくところも見えるんですかね。そうですね、はい、じゃあこの月と太陽、はいはい、陰と陽、ね、が出ましたので、うんうん、ちょっと私の、はい、じゃあ流下で、はい、ちょっと比較のね、チダの歌人ヨシア・ウンナナビ、チジヌ歌人ヨシア・チルーという、はい、2人の、ね、素晴らしい、流下の歌人がおりました、はい、でこの2人がですね陰と陽、はい、本当に、対照的な、流下を歌ってます、うん、女並びがねこんな流下を歌います。女並びがですね、あ、出てこない、出てこないですね、吉谷知流がで、ね、はいはい、歌ったこういったのがあります、うんうん、流りゆるみじに桜花を着ているちらさあてとすくてんちゃる、流れうるみじに桜花を着ていろちらさあてどすくていんちゃる。これは恋の歌ですか。恋の歌だと思いますか、はい、これは一応実はですね、治療はですね、はい、もう10代に
膝川を渡って受理売りされるんですね、はいはいはい、ね、辻遊郭で売られるんですね、でそこで、こう多分ね島津 の方々とのやっぱり、人たちとのいろんな恋と心があったと思います、うん、はい、でそこで歌ったのはこの歌ですね、うん、流りうるみじに桜花を切っているちゅらさあてどすくてんちゃる、うん、これちょっと意味をお願いしてもいいですか。はい、なんかイメージでどんなイメージですか。ちょっと文学的な、なんかこうすくったっていうことは分かりますけれども、流れる川に、ね、なんかお花が浮かんでそれをすくったっていうことですか。あ、そうですね、やっぱりちょっと文学的なんで、はいはい、ちょっと難しいんでしょうね、うんうんうん、要するにこう川が流れてますよね、はい、ね、川の流れに、桜の花がこう流れてきたと、はい、でこの桜の花がとても美しいのですくって桜の花を取ったと、うんうん、要するに女性も若い綺麗なうちは男を見向きもするけど、うん、年を取っていくと見向きもされないんだろうなという知流のですね、思いをこの歌に流歌にしたためたということですね、はい、ね、そういう歌でした、うん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 、流りうるみじに桜花浮きて、うん、いるちゅらさあてどすくてんちゃると、女心ですよね、切ない、ね、そうですね、今日ですね、はい、あの世界のうちなんちゅ大会の前夜祭ということでパレードが行われたんですね、はい、だからその時はメンソーレーってね、そうですね、言いますね、はい、それから終わったら、はい、またメンソーレー、うん、ね、また会いましょうって See you again っていうことで、ね、そうですね、はい、のりこさん、うん、もう時間となりましたけど、ね、どうですか今日感想は、はい、あのちょっと寂しかったです、マックさんが、ね、ね、いらっしゃらなかったので、本当ですね、なんか二人でも本当、はいはい、広々とです、こっち、うん、寂しいね、うん、ですからまた来週、再来週、そうです ね、来週目また公園旅行ですからね、うん、はいはい、ね、再来週また皆さんにも会いましょう、 See you again っていうことで、そうですね、はいはい、どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、もう閑散としてますね、このトビカルビッチね、はい、ちょっとね、先ほど、赤い、お空がですね赤く染まっていたんですけども、はい、はい、もうねちょっと皆さんも帰られた感じですね、はい、わかりました、はいはい、今日もありがとうございました。この番組は、ハイサイ君でおなじみの住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りしました。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。すごいね、コンティニューコインが。このコンティニューコインっていうのはいいねって言われ、うん、放送できないんですけど、うんうん、これを入れてくれたら5枚集まればまた30枚できるんですよ。あ、そうそうです。だからつまりまた30枚たいって人が多い。あ、ね、嬉しいですよね。アララガマサイガーさんに、はい、ですね、アララガマサイガーさんがですね、お疲れ様です、また来週サイガーって書いて、来週サイガー、はい、あのリスナーの皆さん今日はありがとうございました、ありがとうございました、また来週お会いしましょう、はい、ゆたしく、はい、ゆたしく、おにぎりさびら。